今日ね、私やってる学習塾ね、で、見学会じゃないよ、見学会じゃない、相方は見学会って言ってるけども、無料体験学習を企画して広告も巻いてさあ行くぞとやったんだけどね、綺麗にゼロ人ねねえ、もうこれはねすごいね。まあ月に期待しよう、まあ、ある意味ね、うん、ある意味すごい結果だと思う、うん、いやーまあ急だったのもあるし、うん、まあでもね、まあでも何人かはやっぱり興味持ってくれてるからいつかは来てくれると信じて、うん、やっぱり平日だしね。いや平日でもさ、やっぱ日曜日やってるってとこないからさ、うん、でうちはほら土曜日がやほら俺訪問だから、うんうん、なんつうのね、土曜日ができないっていうのがちょっと痛いからさ、うん、あれだけども、まあでも1日2日とかね3日熟考してね、来てくれる人が多分いるんじゃないかなとは思っているんだけども、でもやっぱりね来ないっていうのはね暇だね、うん、来ないっていうのは暇です、すごい。今日特に何もできなかったからね。そう、今日はもうよし今日だぞって言ってね、2人ともおめかししてね、バッチリおめかしして行ったんだけども、まあ誰も来ないもんでね、で下の居酒屋に、まあ、焼け酒飲みに行ったらね、マスターが全く同じ服着てたっていうね、うん、そこの共通点もいかなるものやと、ね、でもまあそこでもねいろいろ、まあ、昔一緒に飲んだことある人とかともね再会できて、ね、偶然再会できて、まあ、そこで元気もらって今こうやって元気に喋ってるけどももうね教室いた時の俺はひどかったよね。暴れるしね。そう。いじけるが先行したのね。うん、でね、もうね、どうしようもないのさ、やっぱりでも。うん。やっぱどうしようもない、これは。いや、わかるけどさ、うん。いや、でも、やっぱ、やり始めってやっぱこんなもんなのかなっては、ちょっとは思ったけども、うん。うん、ちなみに今これ喋ってるの夜中の1時ですからね、これわからなくはないけども、うん、でもなんかねちょっとショッキングだったかな。まあ俺はね、まあ最初はね、いや誰も来ねえよってね言ったんだけどね、いや10人来るって魔法かけられちゃったもんだから、願望だったのよ、高望みなんだよね、要はね。まあでもまあそんぐらいは期待したいなっていうのはあると思います、やっぱりね、うん、あるけども、うん、でもやっぱそんな高望みはしない、うん、10人来るってあそこ10人入れねえしマックスで9だよ。でもほら一人さ、まあね、子供さんいるお母さんとお話できたから、うん、まあそうやって広まっていけばいいんだけどね、うん、まあ、明日はビラ配るのでね、うん、あれですけども、うん、まあもっと周知、ご近所さんに周知はするけども、うん、やっぱ気に看板出とる気にはなる、うん、やっぱなんか入りにくいっていうのはあるのよね、2階だからね。そうやっぱ2階っていうのがネックなんだよね、うん、1階だったらねこうすぐ来るんだけどね、うん、やっぱまあで電話の問い合わせをやっぱするかどうかっていうのもやっぱりそれは、うん、うん、ある種悩みどころだと思うし、まあぶっちゃけ8月入ってからもねやりたいんですけどっていう生徒は多分いるとは思うんだよね、今までの経験上はね、うん、いると思うから、うん、まあまあ、それもそうだし、あと今日大家さんと話してね、大家さんからいただいたアドバイスっていうのが、まあ
ちょうどね、あの相方がハンドメイドやってるから、そのハンドメイドも一緒にやったらどうだって。親子教室とか、あと自由研究っていうのは、うん、自由研究っていうのは俺ちょっとね、俺もおっと思ったけどね。ただ明日大変だよ、うん、明日はその今日吸ったね100何枚、うん、明日も300、400する予定だけど、それ全部手書きでそれ書かなきゃいけないからね。え、でも次番からするやつはさ、うん、パソコンでちょっとツルツルって書かないの？それやっちゃう？手書き？まだね、あのプリンターがね、まだ途中で止まってる状態なの今ね、うん、インクがないから。それ出た後は入れるけど、うん、もう手書きで書くっていうのは大変だね、やっぱね手書きで書くっていうのは大変ですよ、うん、頑張るよ。頑張ります。うん、君ほんとあの一言しか喋んないよね。頑張るよとかね、うん、そう、よくバカにするよね。しないよそんなつもりは全くございませんわ。全くそんなつもりは全くございませんだけど、うん、べー、君よー豆腐をバカにしてるよね。そんなことないよ、いいとこだよ。言ったね、うん、言ったね。で、君大船渡は市か町か。市だね。もう市でしょ、うん、町って言ったんだからね君ね。これ大船渡の人見てたら激怒するよこれ。だってほらみんなさ、うん、もうすぐ大船と気仙沼とかさ、うん、ね、唐桑とかさ、うん、ね、もう唐桑は気仙沼市内だ、うん、ね、うん、その地名で言うから、うん、もうどれが市でどれが町なのか分かんないけん、うん、うん、自分では分かってるけどこっちからしたらね分かんないのよ。なるほどね。もうほらもう名前でしか呼ばないけん、うんうんうん、名前でしか呼ばないから分かんないよね、それはね、うん、まあそんな感じかな、うん、だけわざわざほら死なのとか聞かないじゃん普通。まあ聞かないよね普通はね、うん、普通は聞かない、うん、大船渡ったらあ大船渡なんだって、まあ、それで、うん、もうほらもう通じるじゃん話が、うん、でわざわざほら死なのとか町なのとか聞かないじゃん、うん、はい、陸前高田は死。 OK、陸前高田市でございます、うん、ね、うん、やっぱそれでもやっぱこの辺に住んでるからやっぱ覚えていかないとでも気仙沼ちょっとね悩んだ。悩むな悩むな市民まあ地名がねまだ難しい。君あれでしょ、あのそこ来るでしょ、あの県市民税とかさ。俺県市民税っつってんだからさ。そうだね、うん、日常からね、そうこっちからやっていかないと。これちゃんと見ないんだもん。ちゃんと見ない聞いてねえのもあるよな、うん、うふふじゃないよ、そのベッドゴローンってやってさね、本当に。まあでもまあね、これからいいことあるさいいことあるよ、うん、と思ってやっていかないと身が持たないんですよね、やっぱね、うん、やっぱ自分でも思ったね、やり始めて何でもうまくいかねえなっていうのは、うん、でそこで本当にへこみすぎ、それが私です。大変大変、うん、違うの、あのね、大変になった時に、うん、ね、無言で退出するのやめよう。トイレ行っただけだよ。なんかね、違うの、あのまあいいや、これはこれこれこれ余計なことを言わないようにしよう、うん、言って言って言って何、いやいやいや、これこれ以上は言わない、うん、何言ってよ、これ以上はこれ以上は言わない、うん、いやそこまで言っとって言わんと、いやあのね、うん、何か一言欲しいのよいやだってさぶち切れてるじゃん。ぶち切れてはいないよ、うん、でも怒ってる、うん、イラついてるって分かってるけん、うん、そっとしてただけ、うん、
でそっとしといたらさらにパワーアップするのよね、うん、それも分かってるけどさ、もうなんかね、もうちょっともうほっとこうと思って。君今めんどくさいって言おうとしたな君今めんどくさいって言おうとしたなそんなことないよ君は目って出てきたからね、今目って。いや、ただトイレに行くだけは行くなって。ずいぶん長いトイレだったね。え、だってすぐ戻ってきたのね。そうだったかい。そうだよ、まあ、10分超えてるからね、うん、そうだったかな。まあそんなこんなで明日も頑張ります。なんか中途半端に終わり終わり方が分かんねえんだよ、こういう動画にするとさ、うん、終わり方がすっげえ分かんねえんだよ。じゃあ続くでいいじゃん。続くでは、次回に続くこれでいいのかい、うん、だからしっくりこない終わり方だぞ。